はい、ピースケです。サクスペやっていきます。というわけでお知らせ来ましたね。はい、合宿かと思いきや来週はアイテムガチャウィークが再び来るようでございます。本当頻度多いですね。うん、というわけでガチャポイント足りるのかというところになっておりますが、うん、またあのアイテムねいっぱいもらえるやつが来てくれております。はい、でこれがノーマル？なんか3段階になってません？ 3 段階になってる？気のせい？ミニとデラックスだけですよね。はい、でミニからは、まあ、一緒かな、きらめきは銅まで出ると、あとは、銀も出るわ。銀も出る。で極意がね結構地味に足りなくなるので極意欲しいかなっていう風に思います。こん中だとそんな感じかな。うん、はい、デラックスは、まあ、キンキラですね。で天才前回めちゃくちゃもらえたので今回もいっぱいもらえると嬉しいなっていう願いでございます。なので、まあ、キンキラと天才をどんだけ引けるかって感じですね。キンキラに関してはもう実質 PSR1 枚出てるのと同じようなもんなので、うん、すごくありがたい。引いていきたいですね。で回数増えてる、もしかして。ミニ100回、デラックス75回なので一緒かな。はい、っていう感じなので合宿はまだ来ないようでございます。で来週からも826キャンペーンが始まるそうです。で次元ボックスレベルアップマックスキャンペーン、これが引き続きですね。で次元ボックス内容変わるんだったかな。でパワーアップが、あーなるほどなるほど、カイドウ、天空、春影、パワーコー、ダンジョンって感じかな。なるほど。で多分ね街道とかまだ金徳3つの結構ね強いやつではないと思うので、まあちょっと残念ながらですね。なんで多分全力エビルの方が普通に強いと思うんですけど、うん、まあ9000点まだの方とか、うん、まああえてこっちで、まあ、カイドウとか結構楽しいかもしれないので、相棒を使える機会があんまりないのでね、うん、相棒今ミチルちゃんとかその辺を使っていくとしたら、まあ、エビルだとダイゴがめっちゃ強いんですけど、そんぐらいだと思うので、でパワーコーでまあどんだけ使えできるのかっていうのもまあちょっとね気になるところではあるので、やってみたい気はするんで、まあ、カイドウパワーコーあたりはちょっと楽しみかな。はい、でダンジョンもドロップ率アップです。はい、第2弾ちょっとやりたいよね。強化全然やってないので、はい、そんな感じです。お知らせ的にはそんな感じかな。で多分ガチャとかは、あ、チョコと恋愛成就ですね。チョコと恋愛成就来ており、来週は来るようです。はい、まあチョコとは厳選するか。はい、でなんか言おうとしたよね。あ、そうだ、もう前夜祭ガチャとかが始まりそうな気がするので、来週からのガチャは結構要注意かなっていう気はします。で多分ねモネのとこだけおそらく来ると思うんですけど、モネのとこだけ引けば大丈夫な感じにはしてほしい。で多分ね前夜祭本ちゃん高野祭っていう感じで3連チャン来るので、うん、まあ、去年はねその前夜祭とかはあんまりいいガチャとかではなかったので、まあ、引かなくていいところもあったと思うんですけど、今回ちょっとどうなるか分かんないので、うん、気をつけていきましょう。で合宿来週なのかな、来週つうかその次なのかな。はい、っていうところとかも気になったりっていうとこっすね。あ、で19足す7で26か。あ、なるほど。で来週その次の週がちょうど多分26とかになるので、まあ、そこで合宿始まる感じにするのかなっていう気がします。はい、で私星空全然やってないので、しっかり報酬もらって、うん、頑張っていきましょうっていう感じで終わりたいと思います。ぜひ今後のねこの826も直前ですけど、はい、皆さんのご意見とか、コメントいただけると嬉しいので、はい、一緒に楽しんでパワープロの日過ごしていきましょうということで、はい、皆さんピースな一日を。バイバイ。